ディリ,リア・ダルボーレは、イタリアのバイオリン奏者。本名は、エミリア・ダルボーレ・サンタ、マリーン・ア・カープはベーテレに生まれる。ローマ・セーチェ・チーリア音楽院で、ジョアキー・ノ・ミケイリにバイオリン、アルド・ペリーニにビオラをそれぞれ指示。1929年に音楽院を卒業した後は、1931年まで、ドイツにいたカール・フレッシュの訓導を受けた。 1940年代から1950年代までに、フーベルト・ギーゼニア、ゲーザ・フリードをピアノ伴奏に立てて、ドイツグラム本にいくらかの録音を行った。1955年から1961年まで、コンプレッソ・ディ・ソリスティ・アントニオ・ビバルディのソリストを務め、1959年から1966年まで、ピアニストのジェルマーノ・アルナルディとチェリストのアントニオ、 サルダレ・リットで、ローマ三重相談を結成していた。1941年から、ナポリ音楽院、1943年から、母校のローマ聖チェチーリア音楽院で教鞭を取り、1976年に、ヨーロッパ原楽器教育者協会に、イタリア支部ができた際には、支部長を務めた。1983年に、イタリア共和国功労、カバリエレ勲章を受訓。 クロッタフェラータにてボツ、レジェンダリーバイオリニスツインジャーマニー。メロクラシックス。2016年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月26日閲覧。ありがとうございます。